小笠原慎之介、山田に逆転ホームランを打たれた後の顔がやばい。まあこいつもなかなかの被害者だから、もうこの後のことは分かってるやろ。やりやがった、せっかくの気の毒のホームランが。この調子がずっと続けばいいんだが。山田がやっぱり好きです。時々出てくる山田哲人本人。采配ミスしてないのに逆転とかずるいぞヤクルト。やっとの思いで詰め寄ってきた再会に冷たい一撃。この全てを察した男の顔よ。それに点も取ったんやから、あとは投手の責任やろ。立浪、まあ柳に比べたら大したことないやろ。いや、ここでの山田の一発は心折られるな。何なんこの球に出てくる勝負強い山田の打撃。もう完全にノーマークでええやろって思ったタイミングで絶対打って復調の兆し見せてまた落ちていく。ご視聴ありがとうございました。